プロデューサー、お疲れ様。ちょっと次のお仕事について聞きたいんだけど、何読んでるのお仕事の資料 <laughs> 野生動物の写真集か。うーん、いいね、こういうの。気高くて、力強くて、生きてるって感じる。そういえばこの間、みんなが動物の話で盛り上がってたよ。私が犬派か猫派か。 なんて話で熱くなっててさ。花子を飼ってるから犬派とか、本人が猫っぽいから実は猫派とか、いろいろ。私はどっちも好きなんだけど。うん。プロデューサーはどっち派かな。犬派、猫派とか。次のお仕事の時にでも聞かせてよ。だって、その写真集を見てたってことは、次のお仕事は動物がモチーフ。 とかなんでしょまた変なお仕事。<laughs> ちなみにプロデューサーは、私にどんなイメージを持ってるのかな自分じゃ気づかない色、見せてよね。楽しみにしてるから。うん。いい子だね。ふかふかの毛並み、気持ちいい。毛皮の下には、しっかりした体があって、いかにも肉食獣だね。 でも、とても優しい目をしてる。こんな間近で、本物の狼に触れられるなんて、言葉にならないよ。すごい。ほら、プロデューサーも撫でてあげて。今私が味わってる感動、一緒に感じてほしいから。別に噛んだりしないよ。こうしてると、この子の声が聞こえる気がする。 飼い主とペットみたいな関係じゃなくて、私を認めてくれるみたい。似てるから、かな。自分の足で立って、歩いて。でも同時に、大切な人たちと支え合ってる。そんな距離感は、似てるんだん。プロデューサー、私のことまで撫でるのは、なし。まあでも、悪くないかな。 プロデューサーの気持ちも伝わったよ。私もちゃんと答えなきゃね。この子みたいな力強さ、しなやかな美しさ、表現してみせるよ。一瞬も見逃さないで。